私の名前はグレイス・ダ・シューバ。張りも形も抜群ね。今朝も会長。この見事な爆弾を武器にアメリカで活躍するブラジル人モデルよ。この胸には600万円以上つぎ込んだけど、現状に満足してるわけじゃない。やっぱもっとボリュームが必要よね。そう、私は世界一のバストを目指している。私が巨乳にこだわる裏には昔から胸を痛めてきた劣等感がある。私胸がないから恥ずかしい。俺可愛いサイズ嫌いじゃないよ。口ではそう言った彼氏だったが、親密になり少し経つとこぼれ出た彼の本音。あのさ、グレイスって胸小さいの気にしてるじゃん。今包茎とか結構簡単らしいけど、そういうの興味ないの？包茎？これまで劣等感を胸に抱きつつも貧乳も個性と言い聞かせてきた。そっか、それもありよね。でも遠回しとはいえ、彼氏に否定されたショックで私は包茎を決心。善は急げとばかり美容整形クリニックで手術を受けると、すごい、バストだけでこんな違うんだ。メリハリができスタイルまでよく見える。生まれ変わった自分に胸が高鳴った。胸をドキドキさせながら成果を彼氏に披露すると、うわすげえセクシーじゃん。惚れ直したよ。そう、彼氏も大喜びでいつになく甘い夜を過ごせたの。でも何より私自身が生まれ変わった胸元の虜になった。素敵、なんて美しいんだろう。劣等感の反動で自分の豊かなバストを朝晩鏡で眺めるだけで胸がいっぱいになる。けど満ち足りた日々も長くは続かなかった。あの人いいはあるわね。あっちの女なんて F イエッジかしら。私程度のバストの持ち主は巷に溢れていた。昨日まで輝いていた胸が色あせて見えた。もっと胸を張れる魔乳にしなきゃ。胸をもっと大きくしてちょうだい。はい。私は再び美容整形クリニックに舞い戻った。包茎の魅力に取りつかれた私はその後頻繁に手術を繰り返したわ。やりすぎ、でかすぎだよ。はあ、まだ全然でしょ。最初は喜んでいた彼もついにはドン引き。間もなく愛した人は去っていった。君の巨乳は胸焼けがする。別れよう。そんな、ショックで胸が張り裂けそうだったけど、包茎への愛が彼への愛を上回った。みかん程度だった胸がリンゴ、グレープフルーツ、ごたまメロンとサイズアップ。目指すはスイカ。ううん、ジャックフルーツよ。日々進化する胸への愛着は募るばかりだ。とはいえ巨乳の悩みは多く、街を歩けば男性から頻繁に誘われ、イカすね姉ちゃん、あ、すっげー弾力、時にはいきなり触られることだってある。日常生活でも弊害は深刻で、まず着られる服がないのだ。ボタンが止まらない。バストに合わせて買うと袖やウエストはブカブカで不格好極まりない。特に辛いのは冠婚葬祭だ。あの、お悔やみ申し上げます。あ、どうも。人生で一番きちんとすべき恩人の葬式でもしめやかな式典をぶち壊す爆乳の破壊力。近頃はたわわに実った胸に阻まれ、自分のお腹さえ見えなくなった。見えない。足元の視野も狭くなり、階段を降りるのも感覚だより、まさに命がけだ。それでも私は胸を大きくすることを優先した。もうワンサイズ大きくしてください。さすがにこれ以上は危ない。でも度重なる施術によりドクターストップがかかったのだ。命の危機もあると脅されたが、私は信念に曲げず故郷のブラジルへと飛んだ。アメリカがダメならブラジルよ。そして包茎を請け負ってくれる病院を見つけ、手術を続行した。なぜそこまでするのかって、それは胸が大きいことは美しいことだから。大きくしてもっと輝くのよ。コンプレックスを克服した時のあの胸のときめきが忘れられないのだ。こうして私の胸は O カップにまで成長した。ちなみにトップとアンダーの差は約45センチ、重さにするとおおよそ7キロ程度にもなる。だがそうこうするうち、医者の予言通り片方の胸が悲鳴を上げた。過度の負荷に耐えきれず、右胸のシリコンが破裂したのだ。片胸を失い、胸中穏やかではなかったが、私は諦めなかった。そうよ、右がダメでも、私にはまだ左胸があるわ。私は左胸をさらに大きくすることに専念した。夢はどこまでも続くの。しかし、さらなる高みを目指した手術中、残された左胸が爆発した。ダメだ、息をしていない。至急救急搬送だ。全身麻酔で私の血圧と脈拍が急激に低下していたのだ。その後搬送先の病院で死亡が確認され、私はこの世を去ることになった。ダメだ、蘇生できない。でもこの最後に一片の悔いもない。私の胸は晴れ晴れとしていた。